警視総監は日本の警察官の階級の一つであり、かつ警視庁の長の職名である。定員は一名。日本の警察官の階級としては最高位であり、序列としては警察庁長官に次ぐ第2位に位置している。近代警察制度の例明期である1874年1月15日、東京に内務省の機関として東京警視庁が設置され、その長には 後年、日本警察の父と呼ばれた、川地俊義が任命された。長官の故障は、警視庁、大警視と名を変えたが、1881年1月14日、警視庁が再び設置された際に、警視総監と定められた。内務大臣に直属し、内務次官、警保局長とともに、内務三役と呼ばれた住職であり、職人官である高等官一等。 または二等の者が補えされた。特に一等間、在職六年以上で、警視総監である者は、新任官待遇の対象となった。貴族院議員に直線されるなど退任後も栄達した者が多い。内務大臣の指揮監督を受け、東京府の警察、消防と内務大臣が特に指定する衛生事務を管理し、各省の主務に関する警察事務については、 各省大臣の指揮監督を受けた。敗戦後、1947年に制定された警察法により、内務省は解体、廃止され、明治以来の国家警察は一旦幕を閉じ、新たに国家地方警察と自治体警察の二本立てとした。特別区の区域は、特別区が連合して自治体警察を置くものとした。このため、東京都は百四十八年三月二日、 警視庁設置等に関する条例を交付し、自治体警察の名称を、警視庁、庁である警察庁の名称を、警視総監と定めた。1948年3月7日、警察法施行に伴い、高級管理であった、警視総監は、地方公務員の職名として残された。警視庁には、警視総監などを除いて、主に冒険や巡査から特進で昇進した。 飛行文組が配属された。一方、内務省警保局の後継である国家、地方警察本部は、旧警視庁本部に、国家地方警察東京都本部を設置。本来は、国家地方警察東京都本部は、東京のうち、自治体警察を行かない町村についてのみ、警察機能を行うものであるが、実際は、公安警察などの国家警察機能を継承した。 国家地方警察東京都本部には公文組の旧内務官僚のエリートが配属された。1949年9月 GHQ の移行で大阪市警視庁が設置されトップが警視総監を名乗った。こうした風潮が日本全国の自治体警察に広がり始め、勝手に警視庁や警視総監を名乗るところが出てくるようになっていた。 1954年7月1日、警察法の全部改正に伴い、国家地方警察と自治体警察は廃止となり、新たに警察庁と都道府県警察が設置された。これにより、警察機構は一本化されて事実上、国家警察が復活した。また、都警察に警視総監を置くことが再び定められ、警視総監は国家公務員であり、 警察官の階級の最高位であるとされた。これにより、国警が主導権を握る形で、国家地方警察東京都本部と警視庁の廃止と再編成が行われ、都警察の本部として、現在の警視庁が設置された。東京都の治安を司る警視庁の長であり、道府県警察本部長と同じく警察庁の所掌事務については、 全国の警察を司る警察庁の長である警察庁長官の指揮監督を受ける。一例として内閣総理大臣が警察法第71条による緊急事態の布告を発した場合は、その布告の実施に関して警察庁長官の指揮命令に服する。その地位は一般職の国家公務員で地方刑務官たる警察官である。 日本の警察官の階級としては最高位だが、日本の警察官の最高位は階級制度の外に置かれる警察庁長官であるため、警視総監は日本の警察官としては第2位の序列となる。警視総監は警視官の警察庁次長より上位であるが、次長は全国組織を統括する長官の次席であるため、長官が不在の場合は、 総監が次長の指揮命令を受けることもある。また警察庁次長が次期警察庁長官となるのが慣例なので退任後に警察庁長官に就任した警視総監はいない。報級は指定職7号法が国庫から支給される。これは指定職最高の8号法が適用される一般職の内閣法制次長、警察庁長官、事務次官、 内庁次長、金融庁長官、消費者庁長官、特別職の統合幕僚長などに次ぎ、内閣府審議官、公正取引委員会事務総長、財務官、外務審議官等のいわゆる省名審議官、国税庁長官、海上保安庁長官と、特別職の陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長らと同等である。階級省は、 警視官までのそれとは異なり、制服上着両方の検証にそれぞれ金属の日照を4個を1行に配置する。識別証はない。定例で天皇に進行をするほか、皇太に際しては、新旧警視総監は皇居に招かれ、天皇が出席してお茶を供をされる。定年は62歳。退官後は、官邸として七十歳以降の春秋助君で、警察庁長官であったものと、 同じくず法、し光明を授与される。国家公安委員会が、東京都公安委員会の同意を得た上で、内閣総理大臣の承認を得て、任命する。また、東京都公安委員会は、国家公安委員会に対し、懲戒、または、罷免に監視必要な勧告をすることができる。道府県警察本部長の任命は、道府県公安委員会の同意を得るが、 警視総監の任免は、首都の警察の長という重要な地位であるため、内閣総理大臣の承認も要件としている。現行の警察法の政府案においては、警察庁は大臣長として立案され、警視総監の任免権は、国務大臣である警察庁長官が国家公安管理会の意見を聞いて行うこととなっており、都公安委員会は、常時、警察庁長官と、 国家公安管理会に対し、警視総監の効果を駆上し、罷免、懲戒を勧告しうることとされていた。また、警視総監は、警察庁次長と共に、警視官を持って重当するとされていたが、これらは、国会での審議の過程において修正された。現警察法の施行後、いわゆるキャリアでない者が、警視総監に就任した事例はないが、法令上は、当然に補職可能である。 ただし、人事管理上の慣例から、実質的にはキャリアのみが、承認可能な階級となっている。かつては、警察官出身者以外の者が、警視総監の職に就くことが多く、その関係から、警視総監に再任する者もいた。最多任命者は3度の再任を経験した、安楽兼道。現在は、警察法の改正により、警察官の中から、 警視総監が任命されることになっているため、任命者は必然的に警察官としての職歴を積んだ定年間近の者から選ばれ、任期は長くても2から4年程度となる。このことから今後再任される者は二度と現れることはないと考えられている。なお、警視庁の刑事部長、公安部長は副総監、刑務部長、 総務部長と同じく警視官の階級にあるものがつくポストとなっているが、序列上において副総監はもちろんのこと同じ部長職である刑務部長や総務部長よりも階に位置する職位である。ため上位の職位である副総監、刑務部長、総務部を差し置いて警視総監になることはできず、これまでに刑事部長、公安部長の立場から直で、 警視総監に任命された事例はない。なお、警視官の階級における序列1位は、警視庁では副総監だが、警察組織全体では、警察庁次長である。警視庁の長として、警察法その他の法令、または条例、国家公安委員会、または都公安委員会の規則により、職務が規定され、また事務を委任されている。以下にその例を挙げる。 都道府県には都道府県警察が置かれているが、このうち都警察である警視庁の長である警察官の職名及び階級名が警視総監である。道府県警察の長の職名は道府県警察本部長であり、警視官及び警視庁の階級にある警察官が当てられる。一方、警視総監は国家公安委員会の任命により、 階級は警視官から警視総監に承認すると同時に当然に警視庁の長である警視総監になる。つまり、階級名と職名が一致する唯一の警察官である。なお、警視庁には警視総監を助け長務を整理する職として副総監一人が置かれる。副総監は職名であり、警視官の階級にある警察官が挙げられる。警視総監に事故があるとき、 またはかけたときは、臨時に、警視総監としての職務を行う。懲戒処分は、国家公安委員会が、任命権者として、国家公務員法に基づき処分する。2013年1月までに3名が受けている。1978年に発生した北沢警察署、警察官による、聖戦女子大学生殺害事件により、土田国安が開国の懲戒処分を受けた。 事例1997年に発生した上等警察署による覚醒剤所持列増事件により、前田賢治が開国の懲戒処分を受けた事例2007年に発生した立川警察署警察官による女性射殺事件により、八代高義が開国の懲戒処分を受けた事例大刑事初代大刑事、川地敏義刑事総関刑事総関表彰は、 警視庁警察表彰取扱規定に定められており、大きく部内表彰と部外表彰に分けられる。部内表彰はおよそ4種に分けられ、警察功績賞、賞子、賞状、賞与があり、部外者に対する感謝状がある。厳密には、警視相関表彰と警視相関賞は区別されるが、概ね相関表彰は相関賞と略称。 通称する場合も多い。ありがとうございます。